皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。今回はハーツオブアイアンホッケンタイボット、ロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナに侵攻、フィンランドも制圧、そして日本も降伏させて、疲弊した軍の再編と、あとは軍需工場で兵器の生産を立て直そうと思っていたその矢先、恐れていた NATO が参戦をしてきました。ちょうど今ね、ウォーサマリーということで戦争の各陣営をご覧いただいています。まずですね、ロシアなんですけども、こちらの方には、まあ、一応ね、中国なんかも入ってくれているという状態です。まあ、ただ戦力として考えられるのはロシアと中国、まあ、エジプトもね、まあ、多少期待はできるかなというところと、あとトルコですね。この主要国になるかなと思います。一方敵はもう NATO としての参戦ですね。アメリカ、フランスなんかが新しく参戦、ポーランドも参戦してます。このポーランドの参戦、何が言いたいかというとですね、ウクライナを制圧したことによって、そのポーランドと国境を直に接してます、陸自体にですね。でロシアの陸軍の主力はですね、日本との戦いに大部隊を割いていたので、残念ながらこのポーランドの侵攻、ポーランドとの戦い、これを支えるだけの戦力がないので、急遽ですね、新兵を下ろしました。モスクワから今新兵を移動中です。まあ、新兵なのでね、まあ、どこまで力を発揮してくれるかというのは、まあ、かなり心配ですね。さらにアメリカが参戦したことによってですね、まあ併合した日本、カラフト、まあ、そして要衝ウラジオストクなんかも含めて、アメリカ軍が上陸を仕掛けてくる可能性が、まあ、ちょっとあるかなと思ってるので、ここの防衛のために戦力を日本やこの極東から引き上げることができないので、このポーランドから侵攻してくる NATO 軍ですね、これどう抑えるかというのが、特に重要なポイントになりそうです。では時間進めます。ポーランド軍を相手にどう戦うかというところなんですけどね。まあ、さらに敵は増えてますね。まあ、刻一刻と状況は変わっていく中、まあ、どう対処していくかですね。相変わらずというか、もうこれ以降は確実にと言っていいと思うんですけども、貿易は中国としかできないと思うので、まあ、中国とはですね、まあ、しっかり連携を深める意味で外交は行っています。でさらに外交という意味ではですね、インド、ここもね、間違っても敵に疲れるわけにはいかないので、なんとしてもね、味方として踏みとどまってもらう、少なくても、敵対はしないでもらいたいという思いですね。で北朝鮮とも、まあ、よしみは通じておきましょう。そういえばあれですね、韓国の大統領選終わりましたね。まあ、結局5年ごとに政策がコロッと変わる、ね、お国なのかなと僕は思ってるので、あんまりね、政権が変わったからどうというのはないかなとは思うんですけどね。リトアニア含めてさらに敵増えましたね。となると今度はサンクトペテルブルク、この辺りの戦力置いてないので、ちょっとここも心配だな。ノルウェーが参戦してるかどうか確認しましょうか。ノルウェーはまだ参戦してない。いや、参戦するな。時間の問題ですね。となると、ラトビア、エストニア、このあたりに戦力が全くないっていう状態になるな。日本軍の強襲上陸、これは警戒しなければいけないし、いやー、本当に痛手ですね。極東から部隊戻しましょう。まあ、これ食い止めるだけの力がないっていうのがまた痛いですけど、しょうがないですね。戦力が。来
本当にね、不足してきていますので、小分けにしていきましょう。うん、ローマニアも先端開きましたね。ローマニアと先端開いたことによって、そうだな、ウクライナを占領してる駐屯部隊ですけど、これもうウクライナの駐屯をやめてルーマニアの国境に展開しましょう。ポーランドとルーマニア、それにエストニアやリトビア、この辺りと国境を接する形で先端を開く形になりましたね。ここからは敵がどん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 増えていくだけですからね。うわ、いきなり敵の突破戦を受けてるな。海軍の状況なんですけど、今のところバルト海の制海権を取れてるので、これフィンランドに駐屯していた部隊、これを急いで、移動させましょう。ちょっと後手に回ってしまってる感じが否めないですが、しょうがないですね。国土が広いとそれだけ大変ですよね。うわ、ここでノルウェーが参戦か。ちょっと待ってくれ、ノルウェーがここで参戦するとなると、ノルウェーとの国境に部隊を置かなきゃいけないので、いや本当にしんどい戦いになってきたな。ノルウェーとの国境に部隊残しましょう。いくら部隊がいても足りないっていう、そういう状況になってきましたね。じゃあこの辺りで改めて参戦している国々もう一度確認しましょう。まず味方の方はあまり変わってないですね。ロシア、エジプト、中国、トルコというところですね。 NATO の方はほぼ参戦しましたね。ノルウェーももう参戦するのは時間の問題だと思いますので、敵味方ともにある程度出揃ったのかなって感じがしますね。ドイツ軍の速攻が早すぎる。これが抑えられない。これもイギリス軍が一気にモスクワまで迫ってきてるな。この国境沿いも非常に厳しい戦いになってるね。いくつかの部隊をやっぱり再編せざるを得ないという状況もあるので、再編しつつ、展開をちょっと変えていきましょう。もうすでに押し込まれている状況ですね。いや、ちょっと目を離している間にポーランドとの国境沿いに部隊が孤立してしまってるね。この4師団4部隊は新兵だったんですけど、敗退が濃厚ですかね。ここも押し込まれてるな。強力に押し込まれてますね。ノルウェーとの国境沿いでも敵部隊の進撃受けてるな。幸いまだ日本は大丈夫そうですかね。ただ日本軍の艦隊まだ小規模ですけど残ってますね。これも撃破しておかないと心配だよな。部隊数が足りていないっていう状態なので、極東アジアからさらに部隊をちょっと用意していかないといけないかな。ただね、先ほどご覧いただいた通り、日本軍はまだ組織的な抵抗は終了したとはいえ、海軍戦力の健在、アメリカ軍もこの後太平洋から
まあ、やってくる可能性が高いってことを考えると、これ以上戦力を割くことはできないので、現有戦力で頑張りましょうか。新兵に関しても下ろせるものはもうほとんどない状態ですね。あとはスペツナズですかね。スペツナズをちょっとじゃあベラルーシ近くまで移動させておきましょう。これ取ってすぐにできるわけじゃないですからね。参戦する敵国が多くてちょっと追いついてないですが、どうだろう、どっかに一発風穴開けて、まずこのバルト三国を排除したいかな。フランス海軍の前にアデン湾でフリゲート艦、まあ味方ですけどね、8隻沈められてますね。輸送船も落とされてる。まあ、ここは海軍戦力をあまり強化してなかったツケがまさに今回ってきてるなっていう感じがします。さて、陸軍がかなりポーランド、ルーマニア、バルト三国との戦いで疲弊しつつある中なんですけども、黒海の制海権を失いました。これ黒海から上陸される可能性ありますね。クリミアから上陸されて、一気に敵部隊の侵攻を受けた、まあ、そういう状態ですね。ウクライナとの国境もだいぶ、後退していて、ここがキエフですね。キエフまで後退あるかもしれないですね。ちょっと状況的にはかなり厳しくはなってきてるので、まあ、目は離せないかなっていうのが続きそうですね。まあ、あの部隊をこうやって小分けにしつつなんとか応戦しているっていう状況なんですけど、これもね、いつまでもいつかわからないですからね。現に部隊はだいぶ目減りしてきている感があるので、注意深く事態は、見ておきたいと思います。まあ、NATO 軍を侮っていたというよりかは、このタイミングで参戦されるとは思わなかったというのがね、正しい見方ですけどね。さあ、あとは強襲上陸受けますね。オホーツク、ここから部隊の引き上げもちょっと難しいですからね。とはいえ、まあもうヨーロッパの方はどうにもならないので、部隊を戻してモスクワに一部部隊を引き上げます。24師団、これが到着するまでなんとかキエフぐらいまで持ちこたえてくれて、モスクワも維持できてれば反撃の可能性はあるかなと思います。これはトルコ海軍がイタリア海軍の前に艦艇を失ったという状況ですね。ではここで中国軍の動き見ておきましょう。中国軍はですね、まあ東シナ海沿岸に部隊集中的に配備してますね。今日は上陸してきた日本軍残党がいますけど、これは全く気にする必要はないと思うので、撃破しておきます。欧州戦線に戻りましょう。ウクライナの戦線に関してはオデッサが陥落しそうですね。キエフもちょっと危ない。バルト三国とのつばぜり合いに関しては、まあ、モスクワまで迫られていないっていう状況ですね。あとはこれ見る限り中国軍がようやく欧州戦線に部隊を派兵してくれる様子が見て取れます。
ウォーサマリー見ておきましょう。まずあのフィールドのマンパワーなんですけども、味方が 3.5 ミリオンですかね。NATO 軍の方が、まあ、幅がだいぶありますけども、2.6 から 4.5 ぐらいというところで、まあ、そんなに悲観するような状況ではないとは思うんですけども、いかんせんね、NATO 軍は兵器が最新で強いと思うので、まあ、このあたりを加味するとかなり厳しい劣勢の戦いになるかなと思います。部隊欧州戦線に集中的に配置転換しつつ、最低限の戦力は引き続き、日本や極東に残すというね、ちょっと二正面作戦をしばらく続けていくことになりそうです。では今回はちょっと短いですが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。